ピンクのゾウさんはゆっくりゆっくり歩いていました。覚えてますか？ゆっくりゆっくり、おお、大きな広い、大地をゆっくり歩いていました。太陽がさんさんと降り注いで、鳥たちもとても幸せそうです。覚えてますか？右の遠くのところにピンクのフラミンゴさんたちがいたんですよ。いっぱいピンクのフラミンゴさんたちが踊っているんです。それを横目にピンクのゾウさんはゆっくりゆっくり前を進んでいました。そうするとこの左の方にある動物さんたちが楽しそうに踊っています。なんだと思います？しましまです。しましまです。しまうまさんです。しまうまさんたちがあっちの左側の遠いところでみんなで楽しく遊んでいるんです。ピンクのキリン、キリンさんがいます。そうです、ピンクのキリン。じゃあピンクのキリンにしちゃいましょう。ピンクのゾウさんがまっすぐ歩いていると、そこからピンクのキリンさんがやってきました。こんな感じ、ピンクで赤いドットがついているピンクのキリンさんです。キリンさんはピンクのゾウさんに言いました。あ、お揃いですね、うん、僕もピンクなんですよ。ゾウさんはうふふ笑いました。ピンクのキリンさんはピンクのゾウさんに尋ねました。どこに行くんですかって、どこに向かっているんですか。ピンクのゾウさんは答えます。ピンクの石を探しているんです。もうすぐ見つかるような気がするんですよねってピンクのゾウさんはピンクのキリンさんに言いました。じゃあ見つかるといいね。ピンクのキリンさんはそう言ってピンクのゾウさんにバイバイしました。バイバイ。またピンクのゾウさんは歩き始めました。ゆっくりゆっくり。ピンクのパンダ、アフリカにパンダいるかな。ゆっくりゆっくり歩いています。まっすぐまっすぐ歩いています。ゆっくりゆっくり歩いています。ヘビ？そうするとそこにシュルシュル大きなピンクのヘビさんがやってきました。ピンクのゾウさんはちょっとびっくりしてしまいました。あ、あなたはピンクのヘビさんですね。そうするとピンクのヘビさんは笑っていました。僕たちお揃いですね。
ピンクピンク、同じピンク。ゾウさんはゆっくりゆっくり歩いています。